ここが主張していることが事実なら、私がアメリカが負けるわけには、それさえ虚構でしかない。不幸な理由で発生した九尾の狐、アメリカなら魔女の存在かも知れない。人間の意識なら幻惑でどうともなっても、そこに岩があるそれは動かず。人間は、そこまで現実を理解しているのだろうか？できるものか？神にはなれない、その、神の領域に踏み込んだ、歪んだ世界での悪夢。鏡の中のジャバボックは、感情論的な理解はある。現状では、二つの不完全な世界が相互に連携し始めて、問題は、打開できる、そんな無限性を、作れる。一つの世界では発生する問題の対処はできない、もう一つ等価な世界の存在、それがあってこそ問題は、対処できる、減った価値も、増加。問題はあり続ける、のだ。その対処が仕事。